世界大戦以降、戦艦同士の砲戦距離はますます長くなってきました。敵艦との距離が 10km 以上、場合によっては 30km 以上離れて撃ち合うことも想定されるほどでした。しかも長距離目標のほとんどが静止状態にある地上戦での砲戦と違い、海戦の砲戦では火が双方が高速に移動しています。仮に2万 M 先にいる敵艦と砲戦を行う場合、発射した砲弾が2万 M に届くまで30秒以上かかります。敵艦が30ノットで移動していると、30秒あれば450メートルほども位置が変化します。敵艦の未来位置を予想して、その位置に砲弾を送り届けなければ命中は期待できません。こちら側も移動しているわけですから、かなり複雑な計算になることが分かってもらえるのではないでしょうか。今回は戦艦が砲弾を敵艦に当てるために必要な射撃データの収集についてお話しします。戦艦の種類は実に多いので、大和型戦艦のそれに絞って説明します。敵艦との距離の測定、まず必要なのが敵艦との距離です。距離を測ることを測距と呼んでいます。大和型戦艦では敵艦との距離を前鐘楼の頂上に設置された主砲測距所の15メートル測距儀で測定します。世界最大の測距儀とも言われた大和型戦艦の15メートル測距儀は、単眼倒立合致式が2組、ステレオインベルト式が1組の合計3組が1セットで搭載されており、機船長 15,720mm、 15,280mm、 倍率は30倍、測距範囲は5000から5万メートルの性能を備えていました。単眼倒立合致式とは、上下に反対に移った敵艦を合わせることで敵艦までの距離を算出する測定方式です。一方ステレオインベルト式は、45度傾いた十文字の遠近マークの中心部に敵艦が浮かんで見えるように調整して距離を測るものです。精度の点ではステレオインベルト式の方が単眼倒立合致式の 1.5 倍ほどの精度があるとされています。大和型戦艦ではこの測距儀が前鐘楼以外に各砲塔にも装備されていました。合計4機の測距儀を使い、1回の測定で12の距離データを得ることができました。得られたこれらの距離データは平均化して用います。具体的には角度通信機を使い、距離データを測距平均板へ送ります。平均値を算出するのに用いられるのがこの測距平均板で、得られた距離データの平均値は射撃板へ届けられる仕組みになっていました。敵艦の方位と速力、敵艦との距離が分かったら、敵艦の方位、つまり敵艦が向かっている方向、そして敵艦の速力を測定します。実は艦砲射撃を行うにあたって、敵艦の方位と速力は非常に重要な要素です。ところが敵艦の方位と速力を求めるのは、レーダーが登場するまでの時代では大変難しいことで、歯車が複雑に絡み合った機械式の計算機で行っていました。大和型戦艦では敵艦の方位と速力のより高精度に算出するために機械式の計算機に代わり、日本光学工業、現在のニコンが開発した光学式計算機を装備していました。この光学式計算機の正体は98式的針的速測定板という装置で、光学機器メーカーらしくレンズを組み合わせたベクトル計算機でした。敵艦との距離、方位角、遠距率、遠隔率と時間の速度や進路を関数計算した上で、プリズムと組み合わせてベクトル計算するというもので、当時もかなりユニークな仕組みだったようです。大和型戦艦ではこの98式的針的速測定板を98式艦1方位板照準装置と射撃板に組み込んでいました。大和型戦艦以前は的針板、的速板は独立していましたので、この点でも大きく違った装置でした。98式的針的速測定板を組み込んだ結果、射撃板にある目標の方位と速力が示される表示板を見ると、
必要な情報が一目でわかるようになっていました。敵艦の方位と時間の動揺の求め方。射撃する際に欠かせない敵艦の方位、そして精度に影響する時間の動揺の具合は98式海1方位盤照準装置で算出されます。基本的には方位盤に設置してある旋回望遠鏡で目標を覗くだけなのですが、実は望遠鏡は複数あり、それらの役割も異なっていました。ではこの98式海1方位盤照準装置を操作するのが指揮官、旋回手、射手、左右動揺手です。まずはこの照準装置を操作する兵員たちを指揮する指揮官についてです。指揮官は目標の選定から弾着の観測と修正の指示まで言っていましたから、指揮官の役割は非常に重要です。有効打を得ることができるかどうかは指揮官の力量以下にかかっていたと言っても過言ではありませんでした。照準鏡の縦線に照準を合わせて敵艦と時間の方位、つまり相対的な角度を測るのが旋回手です。射手は浮遊照準鏡の中心水平線に敵艦を合わせることで上下の動揺角を計測します。時間の動揺度を測定するのが左右動揺手です。大和型戦艦がいかに巨大といえども、大きな海に浮かぶ小さな木の葉のようなものですから、波の影響を受けて前後左右に揺さぶられます。左右動揺手は見かけ上左右に動く敵艦の動きを追尾し、左右の動揺角を測ります。敵艦と直角する方向の水平線を常に照準鏡の水平線と一致させながら、射手や旋回手の望遠鏡も安定化させます。左右動揺手の働きが射手と旋回手の働きを容易にさせていたわけですね。指揮官、旋回手、射手、左右動揺手たちの働きによって得られた計測結果は、角度通信機によって電気的に射撃板に送信される仕組みになっていました。その他の射撃諸言。前述した以外にも必要な射撃諸言はたくさんあります。時間の進路や速力、そして湿度や温度、風速、風向き、気圧、装薬や弾薬のデータ、地球の自転速度、砲塔と照準器の高さの違い、砲塔位置と照準装置との距離などです。時間の進路や速力は、ジャイロコンパスを使って進路を計測したり、艦艇にある測定儀を使ったりして算出します。湿度や温度は、湿度計や温度計で測ります。風速や風向、気圧も艦上に設置された機器によって測りましたが、上空のそれはラジオゾンデ気球を上げて計測していました。装薬や弾薬のデータは冒頭にある記録を参照するほか、筒内弾道標から砲弱いを得ていました。発射された砲弾は1秒間に60回転しながら敵艦を目指して飛翔していきます。この回転によって弾道は安定するのですが、地球の自転が持っているご利用力によって影響を受けていたので、射撃箇所の地球の自転速度についても計算する必要がありました。砲塔と射撃装置の高さや距離の違いはあらかじめ計測されているため、このデータを使っていました。細かいところを言えば、これ以外にも砲弾が飛翔している間に発生する気流の影響もあります。これら膨大なデータは角度通信機と電性管を使って射撃板に入力されました。まとめ、今回は戦艦、中でも日本海軍が誇る世界最大の戦艦である大和型戦艦が敵艦に砲弾を当てるために必要とされる射撃データの求め方についてお話ししました。ここではさらっと説明しましたが、装薬や弾薬のデータには砲弾の種類、装薬の種類、装薬の量、装薬の温度、装薬の経年劣化も含まれており、敵艦に砲弾を届けるためには非常にたくさんの射撃データが必要であったことが分かってもらえたのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。今回の動画を見て、あなたが思ったことをコメントしてくれたら嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。